富士フイルムのデジタルカメラに搭載されたフィルムシミュレーション。シーンや作画意図に合わせて他のエフェクトとの相乗効果もぜひお試しください。プロビア、多くの方が美しいと感じられるオールマイティさを追求したもの。スタンダードとして位置づけられています。ヴェルビア、青空をより青く、夕焼けをより赤く、花の色を鮮やかに。緑のシャドウの青みがヴェルビアの特徴。アスティア、肌再現をソフトに、自然風景や衣装は鮮やかに。クラシッククローム、これまで紹介したフィルムシミュレーションと比べてシアン寄りの表現も特徴です。プロネガスタンダード、柔らかな階調をそのまま楽しんだり、ライティングでコントラストを加えたり。プロネガハイ、プロネガスタンダードより階調がやや硬く、色彩も鮮やかに。フラットなライティング下での陰影感も得られます。建築写真などにも。クラシックネガ、暗いトーンだとシアンに、明るいトーンだとマゼンタに。露出を変えてお試しください。ノスタルジックネガ、ハイライト部の柔らかくアンバーな描写、シャドウ部の豊かなディティールと色のり。エテルナ、極めて軟調で低サイド、動きや音のある映画用の色。そして銀幕の特徴である緑がかった青を再現しています。エテルナブリーチバイパス、フィルムの現像技法銀のこしを再現。アクロス、超微粒子黒白フィルム、アクロスの名を冠したシミュレーション。高精細なシャープネスと引き締まった黒、美しい質感再現が特徴です。モノクロ、プロビアをベースにグレースケール化、さらに被写体の色の特性に対して調整が施されるこだわりのシミュレーション。セピア、時間が経ち色あせた写真のウォーム調のセピアカラー。風景撮影で味わうヴェルビア、アスティア、クラシッククローム、高彩度記憶色のヴェルビア、自然風景を色鮮やかに再現します。滑らかさと鮮やかさのアスティア、桜のピンクを優しく再現。青空は鮮やかに、霧や雨はしっとり表現。印刷物として見るドキュメンタリー調のクラシッククローム、わびさびの表現、重厚感の表現にも。スナップで楽しむクラシックネガ、ノスタルジックネガ、エテルナ、時には懐かしいフィルムカメラの描写のように、時には映画のワンシーンの描写のように。エテルナブリーチバイパスではハイライトトーンとシャドウトーンをプラス側に、カラーをマイナス側に設定することで、より銀のこしの風合いが増します。ポートレート用と謳われるアスティア、プロネガハイ、プロネガスタンダード、それぞれの肌再現、ハイライトやシャドウの表現にご注目ください。ボケを取り入れたり、露出を明るくすることで
より柔らかい印象に仕上げることもできます。 XGFX の黒白シミュレーション、アクロス、豊かなシャドウディティール、滑らかな階調、高感度になるにつれ流浄感が強くなり、銀塩フィルムのような質感が得られます。輝度の異なる部分それぞれに最適な流浄表現が施され、画像一面に加工するものではなく、高輝度部分に粒々は見られません。アクロスプラスレッドフィルターの設定やトーンの調整でコントラストを強調することもできます。モノクロ、シーンタフネス性が高いスタンダードなモノクロ、シャープネスをマイナス側に調整することでよりソフトな印象も得られます。富士フイルムのデジタルカメラ最大の特徴の一つ、フィルムシミュレーション、撮影時から作風に合わせて設定を決めることはもちろん、ローで記録された場合、カメラ内ロー現像で複数のシミュレーションをお楽しみいただけます。表現に合わせてご活用ください。撮影画像はお早めにバックアップを取られることをお勧めいたします。フィルムシミュレーションその他、カメラの操作などに関するお問い合わせはデジタルカメラサポートセンターまでお寄せください。またアカデミー X では撮影に関する各種セミナーやカメラ操作のマンツーマン相談も受けたまわっております。皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。ご視聴ありがとうございました。